中華民共和国代表は中国バスケットボール協会によって編成されるバスケットボールのナショナルチームである。1949年までの中華民国代表の詳細はバスケットボールジャイニーズ台北代表を参照。1912年に成立した中華民国では1917年にナショナルチームが結成され、1936年に国際バスケットボール連盟に加盟し、 同年のベルリン五輪に参加していた。第二次世界大戦後の国境内戦の結果、1949年に中華民国政府が台湾に去った後の大陸本土に新国家中華人民共和国が建国され、中華人民共和国代表チームが発足したが、FIBA が大陸本土と台湾の二つの中国を承認していたことを不服として、1958年に、 かから脱退し、国際大会より遠ざかっていた。1974年、FIBA に復帰すると、アジア選手権で1975年大会から2005年、大会までの16大会中14大会で優勝を達成し、アジアバスケットボールのオスとして君臨。1979年には中国が IOC に加盟。1980年モスクワオリンピックは、 ボイコットにより不参加だったものの、それ以降はオリンピック及び世界選手権への出場も重ねている。1996年アトランタオリンピックではアルゼンチンとアンゴラを破って予選リーグを突破した。2004年アテネオリンピックでは2002年世界選手権優勝のセルビア・モンテネグロを破って予選リーグを突破した2006年世界選手権では アジア勢唯一の決勝トーナメント進出を果たした。2007年アジア選手権は10位となったが、これは2008年北京オリンピック出場権を開催国枠で得ており、U23 代表チームを派遣したためである。北京オリンピックではドイツとアンゴラを破って予選リーグを突破し、前回大会と同じ8位となった。2011年アジア選手権で15度目の優勝を、 達成し、ロンドンオリンピック出場権を獲得。ヨーアキラが抜け、駅兼ねがエースとなって挑んだ2012年ロンドンオリンピックでは、主力の怪我もあり20年ぶりに一勝もできずに、大会を去ることとなった。2013年アジア選手権では準々決勝で、台湾に78の96で大敗して1998年。 大会以来4大会ぶりにワールドカップの出場権獲得に失敗した。自国開催の2015年アジア選手権は1次ラウンドから決勝まで全勝で16度目の優勝を達成し、リオデジャネイロオリンピック出場権を獲得した。リオ五輪もロンドンに引き続き未勝利で敗退した。自国開催の2019年ワールドカップは予選リーグ初戦のコートジボワール戦と、 順位決定リーグの韓国戦で勝利して、通算2勝3敗で大会を終えた。2020東京オリンピックからアジアカップはオリンピックの予選大会ではなくなっており、ワールドカップ最終順位でアジア最上位国に出場権が与えられることとなっていたが、中国は通算成績で並んだイランを特殊点差で上回ることができず、 ワールドカップでの東京オリンピック出場権を逃した。その後開催された世界最終予選も敗退し、オリンピックの連続出場が9大会で途切れた。2019年大会より出場国数が24から32に増加2008年北京オリンピックに出場したメンバー、ありがとうございます。